こんにちは。今ニョキニョキっと来ている注目の人にお話を伺うインタビューバラエティ、水曜のニョキ、今週もスタートです。こんにちは、梅澤希です。今回のゲストは映画放課後ロストから松岡茉優さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。松岡茉優です。はい、放課後ロスト、まずストーリーの説明なんですけど、来年で、はい、廃校になることが決まっており、最後の3年生だけが残っている県立高校を舞台に、夏休みが終わって文化祭が近づきつつある2学期を過ごす少女たちを描いた、はい、3本のオムニバスストーリーで描いた映画ですね。はい、で松岡さんはエピソード3バイオンで主人公の橋本理香役を演じていらっしゃいます。はい、で今回橋本理香役を演じた感想などはどうですか？はい、そうですね、もともとワールドゲイズクリップスっていう少女漫画が題材で、はい、そこの作品を読んでる時からすごく雰囲気がとても素敵な漫画だなというふうに思ってて、で私はバイオンって作品で大川明子監督とご一緒したんですけども、大久さんと話してる時もこの原作の雰囲気をなるべくそのままにというか、素敵なところをそのままに映像にできたらいいねっていう話をしていて、うん、それプラス映像化っていうことで、うん、そのリアルさ、主人公たち、女の子たちの気持ちの動き方、揺れ動き方とかをすごくリアルに伝えていこうっていうふうにもともとお話をしていて、うん、で女性監督とあんまり組むことが少ないので、はい、私は2回目なんですけども、はい、すごく新鮮に演じることができました。はいはい、女性の監督ということで、なんか役について話したこととかも言いますか？そうですね、なんか学生時代のお互いの話とかをしました。はい、私は、去年撮ったので、はい、高校卒業して1年経ってないぐらいだったので、私はこういう子でしたとか、うん、こういうクラスでの立ち回りでしたみたいなことをすごくリアルに話してて、で奥さんは、はい、私はね、時代的にもこうだったからとか言ってすごく冗談交えながらお話ししてくださって、はい、でもそのすごくお話をする中でこだわってたのが、メインストリーム、その、なんて言うんでしょう、クラスの中心、はい、学校の中心力はすごく離れたというか、はい、その私が演じた橋本理香ちゃんと、あと小泉葵ちゃんが演じた黒優ちゃんも、はい、その中心からは外れてて、はい、あえて外れることを選択してる女の子っていう部分で、そういう子いたよねとか、はい、奥さんは逆にご自分がそういう感じだったらしいんですけど、はい、そういう学生時代の話を交えながら、はい、女の子ならではのお話をたくさんしたのを覚えてます。はい、役についてお話しして、はい、じゃあ自分はこの橋本理香とはこうどうですか、かぶっている部分というのは大きかったですか、それとも全然違いましたか？リカちゃんはとても自分で心の中にグググっといろんなものを詰め込むタイプの子で、それが全部その、旧校舎、もうすぐ潰れる校舎の落書きにつながってるんですけど、なんかその落書きで文字を書いて自分の鬱憤を晴らすっていう部分が私もすごくちょっと分かるところがあって、私は割と溜め込むというより言ってさらに書くんですけど、はいはい、リカちゃんはもう全部何も言わないで溜めてそれを書いていく、はい、でもその書き方がやっぱ私とはやっぱ、はい、なんて言うんだろう、芸術性が違って、はい、私はもうノートに殴り書きなんですね。はい、何かあったことがあったら、今日こんなことがありましたみたいな、おそらく誰も読めないような字で書くんですけど、はい、ベートーベンみたいな、はい、でもなんかリカちゃんは一言、アホとか、はい、バカとか、はい、なんて言うんでしょう、1行とか一言とか2文字とかで、熟語、4文字熟語とかもあったんですけど、そういうので全部晴らしていくっていうの。松岡さん自身の高校生時代というのはどういう学生でしたか？はいはい、私もともと公立高校に、はい、受験して通ってたんですけど、お仕事との両立の兼ね合いで芸能科のある学校に転校したんですね。はいはい、でそしたらもう、何月だ、9月とかなんですけど、はい、やっぱ9月ぐらいってもう4月から数えてだいぶ仲間内の何かができてるじゃないですか。グループとかもできてますね。ありました。でもうなんて言うんだろう、もういつもの空気みたいなのがあって、はい、しかも体育祭前に転校してきちゃったから、すごいクラスがこう盛り上がってる時にどうでもいいのがポンって入ってきちゃったので、はい、なんかアウェイだったんですよ。はい、でこれ友達できないなと思いながら、そのまま2年過ごしてしまって、はい、で高校3年生の文化祭最後の10月までは友達が1人いたかなぐらいな感じで、はい、なんていうか
お弁当も一人で食べたりとか、はい、あの結構穴場があって一人で食べてるのって、はい、自分が別に気にならなくても周りが気にして一緒に食べるとかって言ってくれるんですけど、はい、優しく多いんですよ、はい、なんかあ、舞ちゃんおいでよとか言ってくれるんですけど、それが嫌で、はい、なんかあ、いやその邪魔なんかしたくないしみたいな感じ。そう、聞いてねえよって感じ。だから他の子と食べてる風にしれっと教室を出てって、はい、4階の非常、4階と屋上の間の踊り場が一番誰もいなくて、はい、穴場なんですよ。そこでよく屋上に行っちゃうと、屋上に行っちゃうともう人がいるので、はい、屋上の階段のここはもうカップルのスポットなんですよ。だからその1個下の踊り場だと誰もいないので、はい、まあ上に行くカップルを見過ごすんですよ。結構通っていきますよね、人。それはもう、まあ、2人とかなので、はい、まあまあまあ、まあまあ、それはあの、はい、お楽しんでくださいと思いながらこう上に上がっていくぐらい、はい、あそこはすごい穴場でした、はい、でもそういうところでこう一人でお弁当を食べてる姿っていうのもちょっとこう放課後ロスに出てきそうな雰囲気ではちょっと想像しちゃったんですけどす、ね、ちょっといい感じのね、ああいうおしゃれな感じだったかどうかはちょっとわからないですけど、アダムボサボサでしたし、はい、でもそういうね松岡さんを見てちょっとこう、うん、なんか気にしてる子とかもいっぱいいたんじゃないですかね。なんでしょう、うん、なんだろう、話しかけてくれる子はいました、はい、なんか、うん、あ、まゆちゃんっていつも服黒いねとか、はい、あ、まゆちゃんって笑うんだねとかって言ってくれる子いたんですけど、はい、笑うよそれは人間だからと思いながらなんていうか、もう全てが反抗期だったんですよ、はい、あ、結構尖ってたんですか。尖ってました。それは笑うだろう人間なんだからと思いながら過ごしてましたし、はい、なんていうか本当に私は友達になりたくないタイプの2年間でしたね、はい。でそれがあの文化祭の時に、そのリカちゃんと一緒ですね、はい、文化祭をきっかけにお友達ができるようになって、なんか初めて話したんですよ、はい、いろんなこと。じゃあすごい面白い子ばっかで、はい、今まですごいすごい狭い視野だったんだなと思って、そっからはもうなんて言うんでしょう、暴れてましたね、はい、本当に。リカちゃんはそれで唯一の友達を得て、はい、友達というかなんていうかすごい自分の中で大切な存在ができて、はい、あのまた自分の環境に違う形で戻っていくんですけど、うんうん、私の場合はその子たちとひたすらずっと遊んでましたね、うんうん、もう授業中も関係なく話して先生に怒られたりとか、はい、最後の青春をやらせてもらった感じがします、うんうん、松岡さんはもうたくさん、もう今もう多くの作品に出演されてますが、評判っていうのは、はい、あの作品の評判は気になる方ですか、うん、気になります。めっちゃ気になりますか。なんかこういう質問されて、はい、あ、なんかあんまりそういうのはみたいなことをおっしゃる方がいる。絶対気になってると思うんですよ。周りの人も絶対、なんて言うんだろう、はい、これが評価してくれる人としてくれる賛否両論が一番素敵な形だと思うので、どっちでもいいから、その誰かが見てくれて、あの否定的な意見も見てくれたから出してくれる意見じゃないですか、はい、なんかどっちもやっぱりすごく大事なお話だなというふうに思うので。でも私は母ですね、一番気になる、評価してくれる人は。お母様、母が結構バレるんですよ、はい、あ、結構よく見てるんですね。もう全部隠さず見てくれてるんですけど、はい、すごく私が例えば体調が悪かったりとか、はい、あとはなんだろう、役にあんまり入り込めてない瞬間の、はい、例えばドラマとか映画のシーンとか、そういえばあそこさあんまいまいちだったよねって言われたのが結構ピンポイントに、あそこダメだったところっていうのが結構あって。バレてるんですね。バレます。評判ということで、はい、あの松岡さんがあのトークがもう大変面白いということで、それがもう評判になっていて、すみません、もうあの最近ではあのバラエティ番組の MC もされているっていう、あのトークが面白いというふうにこう言われるということに関してはご自身ではどう思ってますか。うわやっぱりこう嬉しい、嬉しいです、嬉しいです、嬉しいです、はい、あ、面白いんだと思って嬉しいですし、はい、なんだろう、面白いって言われて、まあ、ただこれも母で、はい、例えば今あのバラエティやらせてもらってるやつとかを一緒に見てた時に、はい、割とスタジオとかでも笑ってくださったりとかすることがあっても、はい、母がずっとこうやってそれ見てる時あるんですよ。何が気にならなかったですかって言ったら、言い方だよねとか言ったりとかして、なんかもうちょっと言い方あると思うんだけどとか言われて、いやでもこの場合はあのこうやってちょっと強めに言った方が面白いかなと思ったんだけどどうだったかなって言っても、まあでもほら19の女の子がそういうのってあんま良くないじゃん釣りがとか言われて、すいませんでしたってなるんですよね。プロデューサーと
かディレクターの方よりも厳しいんですよ、ね、本当に演出家です。あの私もちょっとその番組拝見させていただいたんですけど、ありがとうございます。あのモーニング娘。のシーズン大好きなんですよ。大喜び、あれ大喜びされてまして、月曜日の中で一番不安な回で、はい、あの時のリアクションって私もう覚えてないんですよ、はい、嬉しすぎて。いやもう見てて素でもめちゃくちゃ喜んでるのに、これは本物なんじゃない。あの放送収録した時に帰り道すごい怖くて、はい、すごい嬉しいなと思ってまだポワポワしてたんですよ、はい、ちょっと待って、私あの時どんなリアクションしてたかなと思って、はい、スカートだったし、はい、なんか見えてないかなとか、はい、なんかちょっと失礼なことしてないかなとかすごい不安だったんですけど、はい、でもすごいそれ以上に嬉しかったです、ね、カメラを忘れて喜んでる、忘れてました、はい、一回ポーンって飛びました。何していいか分からなくなって、はい、もうじゃあアイドル大好き、アイドル好きですね、はい、中でもって感じですけど、はい、やっぱりモーニング娘。が大好き、なんかやっぱオンリーワンですね、はい、あ、違う、ナンバーワンです、ナンバーワンも山口百恵さんなんですよ。あ、そうなんですか、はい、だから、はい、ナンバーワンですね、現行のアイドルナンバーワンです、はい、まあ、その中でもやっぱりあの今のワンフォーが、はい、ワンフォーですね、はい、新生大好きです、はい、本当に好きですね。はい、あの今やっぱりモームスで話題なのは道重さんの卒業、はい、そうなんですよ。ただこれに関しては、はい、あのいつかなっていうのはずっと心に思ってたんですね。あ、そうなんです。いつかやっぱりやってくる、いつかやってくることですし、はい、結構あのさゆみに関しては、はい、あの継承略でごめんなさい、はい、たださゆみに関しては完全に、はい、そろそろだなっていうのは多分、うん、まあみんな分かってたんですよ、はいはい、だしなんて言うんでしょう、やっぱ若いフレッシュな子たちがたくさん来た中で一人だけお姉さんだし、はい、でなんて言うんだろう、いつだろうな、怖いなって思う、はい、やっぱ心づもりはあったので、はい、さほど驚きはしなかったんですけど、はい、ただあの結構今のタイミングって早いと思うんですね、はい、もうちょっとあってもよかったじゃないかと思うんですけど、はい、ここからもっともっといくんじゃないかなと思ったんですけど、ただ逆にサイミンが抜けることによって底上げというか、はい、あの田中玲奈ちゃんが辞めた時、はい、もうなんか一気にグッとみんなが伸びたので、はい、こっからまたサイミンが抜けた後、あのフレッシュメンバーたちが、はい、もう黄金時代を知る子たちは誰もいなくなるんですよ。そうですよね。その中で、はい、あの子たちがどうこれから輝いていくのかが、はい、私としてはむしろ楽しみで。じゃあもうこれからが楽しみ。サイミンのソロ活動もすごい楽しみです、はいはい。そうですね。これからどういう活動していくのかっていうのも楽しみです、ね。いやそうですね。サイミンずっとそのアイドル道重サイミンを貫いてくれたので、これからなんかお芝居するのかわからないですけど、はい、楽しみですね。なんかサイミンがなんかその最後に出した新種とかあるでしょうし、はいはい、そういうのも楽しみですし、はい。やっぱり一番好きなメンバーっていうのは、ね、茂さんなんですか。ここはやっぱり悩んじゃうところですかね。そうですね。なんか歌によって違います。出す歌によって違いますね。はい、あの例えば What Is Love だったら、はい、佐藤正樹ちゃんって子が一番輝いてたんですよ。はい、あ、そうなんです。とか、はい、いろいろ曲によって輝いてる子が違うんですけど。はいはい、なんだろう、でもやっぱりあの私の中で鞘師里保ちゃんがやっぱエースですし、はい、で歌が小田さくらちゃんって子がめちゃめちゃ上手いんですね、はい、この二人すごい素敵な声ですよね。そうなんですよ。この二人がきっと今後のモーニング娘。の土台になっていくだろうなというふうに思ってるので、はい、やっぱ二人は、はい、ただ工藤遥香ちゃんって子がいるんですけど、はい、その工藤がもうなんか可愛いんですよね。可愛いですよね。とか全員好きなんですけど。もうじゃあ、うん、もうすで次にリーダーになるっていうのは誰だと予想しますか。それは福ちゃんじゃないですかね。やっぱりこのままいけば、はい、やっぱエクからやってるので、はい、福ちゃんやっぱ土台がしっかりしてますし、はい、福ちゃんじゃないかな。福ちゃんの方が私は、まあでも逆に違うのも面白いと思うんですけど、まあ福ちゃんだろうな、妥当にいけばと思いますね、はい、やっぱりここにじゃあ次リーダーになるとかどんな曲になるとかやっぱり次が楽しみですね。もうじゃあ道重さんの卒業コンサート、これは行かれますか。私コンサート一度も行ったことないんですよ。あ、一度ハロプロ系のというか、はい、そうハロプロ系のライブ一度見たことないんですけど、はいはい、でもこれだけこうね、はい、こう熱量を持って好きだって言ってたらこうなんか、ね、来ませんかとかなんないんですか。やらしい話やっぱそのこのお仕事してると、はい、ちょっとね、はい、おいでよみたいなことは、ね、まああったりもしなかったりもするんですけど、はい、私本業がありまして、はい、たまたまタイミングが合わなかったりとかしてまで聞き上げなかったんですけど、はい、卒業コンサートねー、サイミンの勇姿見たいですけどね、はい、どうなんでしょう、ね、まあなんかどうなんでしょうねどうなんでしょうね。すごい見たいけど、逆に見たら、はい、今まで逆にサイミンを見てこなかったことを後悔するんだから、だったら新生始まって、はい、もう完全なあのフレッシュメンバーだった時から一から始めた方がいいんじゃないかとか、はい、もう未来の状態からも始めたいっていうのもとかもいいかなと思うし、そんなこと言ったらまた一生いけないんですけど、はい、そうですよ、次が一番なんじゃないか、次が一番なんじゃないか、そうなんですよ、いつデビューしようかみたいな、はい、とこです今あ、もうじゃあ
もう好きすぎて悩んでしまうという。そうですね、はい、本当にこんな恋してます。恋してます、ね、はい、なんか散々モーニング娘。の話をしてしまいましたが今回一番お話ししたいのは放課後ロストについてです、はい、この映画はですね3人の女の子を主人公に3人の女性の監督が撮った本当に女性尽くしの映画になってます。原作は少女漫画で、ぜひ3本続けて2で帰ったりしないで、2がね不安なのが佐藤すみれちゃんなんですよね。でその佐藤すみれちゃんのファンの方とかが2で終わった終わったっつって帰っちゃった場合、3が見てもらえないのが私はとても不安です。逆の方が良かったじゃないかなと思っちゃうぐらい。ただその並び方なんですけども、バイオンが最後の意味が私はあると思ってます。その意味を劇場で感じていただきたいので、大奥さんと私と小泉葵ちゃんが頑張ったバイオン、ぜひ2で帰らないで3までしっかり見てエンドロールまでご覧ください。せーの、水曜のニョッキー。ありがとうございます。